令和最初の年末ジャンボ買ったかーい。小槌古銭ホビーチャンネルにいつも来ていただいてありがとうございます。宝くじの季節になりましたね。宝くじといえば年末ジャンボ宝くじのような宝くじがあります。まあすごい大金でみんなこぞって狙うわけですが、江戸時代にも富くじというものがありました。小槌先生にその話をしていただこうと思います。どうぞ。宝くじの季節ですね、はい。江戸時代に富くじがなんでできたかっていう、あの富くじ自体はかなり古い時代にあったみたいでね。どのくらい古い時代ですか？平安時代かなんかのね、歌詞風木集っていう歌詞かなんかにね、富くじのことを書いた歌、今ちょっと私は文句を忘れたけども出てるらしいんですけどね。だけどまあ昔の富くじっていうのは、実際にお金が当たったりとかいうもんでなしにね、もうその平安時代の富くじはどんなものかっていうのはよくわからないんだけども、江戸時代一番最初に やられた普通に富くじがの最初と言われてるのは美濃の方のね、岐阜ですね、美濃じゃなしに、大阪の美濃、大阪の方ね、美濃にあるお寺のね、富くじが一番古いとされてるんやけど、されてますね、その富くじはね、当たりがね、お守り札なんですよ。ああ、そうなんですか。うん、だから今みたいにその社交的なもんじゃなしに、要するにお参りに来てくれた人の中で特別のお守りは御利益がありそうですね、それは。あるというね、そういうのが最初なんです。あ、最初そうやったんですか。うん、ところが、そういうお金が当たるようにっていうことの最初はね、これは享保15年かな、仁和寺の宮っていう、仁和寺って京都にありますね。ありますね。うん、あそこがね、幕府に願い出てね、ちょっと、お寺の修理をせないかんけども、なんか寄付してほしいみたいに幕府言うわけですよ。享保通と吉宗の時代ですか。ほんと、そういう時にね、それを許すとね、許すっていうか、そういう寄付をするとうちもうちもってみんな来ますでしょ、お寺が。そうですね。で、幕府に関係のあるとこは。そうです。だからね、断るわけですよ。ほんとは、なんとかそのお金の出るようなことをね、うちで考えるから言ってね、で富くじを企画するけども、それを許可してほしいと。富くじ ね。そしたら必ずその興行してるのは、集まった金のより低い賞金出すわけやから、儲かるわけでしょ。儲かるでしょうね。で、まあ断りきれんで、幕府も断りきれんで、それを許可したら案の定他のお寺も皆、幕府がのね、関係のあるようなお寺は我も我もと言うてくるわけ。この時代、財政苦しかったですから、ね、幕府もね。うん、で、まあまあ、それでも、その、幕府との関係とか、そのお寺の格に応じて、回数を決めてね、年に何回もやったらいかんと。3回とか、ね、そうですよね、5回とかね、それから、金額もこれぐらいとか、まあ、細かいことを制限をつけて、刺したのが最初なんですよね。はあ、本当、最初はその仁和寺だった仁和寺のその境内でその富くじをやって、売り出して富くじをやるということやけども、それでは辺鄙なとこが集まらへんわ、人来ないですね。だから仁和寺の富を江戸でやらしてほしいとかね、大阪でやらしてほしいとか、ね、それちょっと無理があるんじゃないですか。そういうのを、まあ、願い出るんやけど、それから、その間に賄賂が出てるかどうか知らんけども、許可下りましたか。許可が下りるんですよね。下りたんですか。うん、そんで最初、例えば大阪でやらしてほしいのが、どうも大阪は成績が良ないからやっぱり江戸でやろうとかね、いろんなこと考えるんですけどね。で、一応その幕府で許可した富というのは、ごめん富って言って、ちゃんとね。ごめん富。ごめん、ごめん。幕府の天下ごめんのごめんですよね。で、それ以外にも、それはそういうのが始まると、我も我もでね、そんな、届け出ずにやる地方なんかやったら、ちょっとうちらでもやってみようかってなもんですよな。で、藩なんかもね、
財政に困ってるからね、藩自体がね、どっか の, あのお寺を使ってね、自分とこの中の優勝のあるお寺を使ってね、あの富くじやるとかね、そんなこともあるんですよ。それって下手すると改易の対象になれないんですか？だからそれは内緒で お寺が勝手にやったんやっていうわけで、もしも見つかったらね、やばいことしてますね、はね、そういうようなことをやらしたりね、いろんなことがあるんやけども、それでまあ最初はそんなに大きい金額と違ったり、だけどだん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 そ の, あの人気が出てきて、人も多くなってくると、いわゆる最高占領と占領といったら、1億ですかね、今でいうところの。そうですよね、まあ1億か10億か知らんけども、今でも10億の富、10億円の宝くじが今年は出たんでしょ。そうですね、富くじ買う自体が高いんですからね。富くじ自体が高いんですよね。今で数万ぐらいでしたっけ、今でいうところの。そうやね、大体一部とかそういう江戸やったらそれぐらいの金額取るわけの境に、なかなか買えないんですよね。3万とか5万とかいう値段ですよね。それでまあそれでもそれで千両当たれば、だから今の何百円で10億円は荒っぽいけどね、昔のは それほどではないわけですよ。まあ言うたら確率は結構今のが高い。それは高いか、どうやろうね。いや、今の確率はもう相当当たらないですよ。当たらない。まあ江戸時代の方がまあ現実味があったのは、まあそうかもしれないね。で、まあそれぐらい取らんと、その売れ高として、例えば千両の富出そう思ったら、ね、例えば一部やったら4000枚で千両やからね、売り上げが。だから何万枚か売れて、初めて出せるわけですから、そうですね。で最初はもう何百万とかそういう感じやけども、だんだん大なってくると組番号と当たり番号、今と変わらなくなってきましたね。ほんで結局朝からやりだし、富月言うて、こう刺すやつね、こう刺すやつ、箱の中に入って、別にちょっと図出しますけどね、井の丸丸番とかいうやつですね、でその時にその番号が、さか最初は小さいのから、今でもそうですよ、ね、一番最後に、大当たりが出るっていう感じですよね。で、さから最初は小さいのやって、途中、ちょっと大きい金、もう一番裾やとね、例えば千両富でもね、一両ぐらいの当たりとかね、そういう裾のもんがあるわけね。で、5両、10両、100両とかそういう。だからそれを盛り上げるように演出しながらやるわけですよね。でも一等なんてもうえらいことになってますよね。そうで、それを一日で やってしまわないかんからね、それから全部ついてたら、きりないからね、要するに前後賞みたいなもん出して、一つ出したらそれの前後も当たりっていうふうにして、金額はもちろん少ないよね。今でもやる。今の宝くじと同じシステムですか、そういうことをやったりね。だん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 工夫されてくるんですよね。しかしですね、2万3万とかの富くじならなかなか庶民で買いにくいもんですよね。そうそう。それでね、富くじはね、最初はそういう形でそこのお寺やったらお寺だけで売ってたけどもね、そんなとこまでわざわざ買いに。めんどくさいですね。でしょ。だからね、出張販売みたいなことをしたりね。ああ、今言うところ、宝くじ売り場。宝くじ。ほんで、そうなるとね、手数料もうてね、小売りしますっていう店もできてくるわけですよ。ほんま、今と変わらなくなってきましたね。で、その時にね、小売りするやつはね、例えば、1枚1部の富言うと、庶民は買いにくいから、ね。買いづらいですね。それをね、10枚に、例えばこの、富札が、なんぼっていうことで、これが1枚としまして、1枚ですよね、そしたらね、これね、ここにね、ここぐらいに8人割りって書いてあるのが、ね、8分の1ってことですか、だから 1両の富やったら、1部で4分の1やから、その半分で2種で1枚買えるというような、そういう富くじをね、この富くじや富くじの小売人がね、代理人みたいな感じですね。小売人がね、これはその本間のくじは自分のところに置いといて、これの8分の1にしたやつを、自分のところの店の名前で、預かり券やね。まあ言うたら、8分の1が連番で、ほんで8分の1が、まあ言うたらバラ買いみたいな感じですね。バラ買い、8分の1の、
権利の、あの、小売札を出すわけ。そうしたらみんな買いやすくなりますからね。そうしたら買いやすくなる。それから、それのね、具体的な例がね、ねえ、あの、私が、あの、これは、今までそういうことがよく、あの、分かってなかった。ええ、ところが、私、あるときに、これ、友達が、どっかの、あの、ふすまの中に、ふすまの中ね。いっぱい、あの、貼ってあってね。いろいろ言いますからね。紙はね、あの、大事やからね、小さい紙でもね、割に大事にね、使ってるわけ。で、そういう中にね、ちょうどその富くじの結局、多分その富くじ屋の、保護やね、結局もう戻ってきたもんとか、うん、売れ残りとかも使うようになった、そういうものをね、みんな襖のとこにビューッと貼ってね、会議用ですな。やった中にね、こういうもん出てきた。ほう。これ本間の富くじですな。これは事実の富くじ。ね、これ1251って書いてあるし、牛の。あ、番号はね。ね、だこれは牛の1251って書いてある。同じですね。ね、ほんで、まあ違う判子が、これは本間の富くじやけど、これはね、それから富くじ屋が作ってるその、預かり券です。前言ったら二重発行みたいなもんなのかな。これは自分のとこで置いといて、これの代わりの、あの、8分の1の、これをしたか8枚作るわけ。こういうやつを。なるほど。ほんで、これを打って、これは置いとく。これは、あの、当たった時、これでないとお金くれへんやから、ね。そうですね。それからこれはとりあえず置いといて、自分のとこへ置いといて、それで、この人が、この店へ取りに来たら、私とこが8分の1払ってやる。まあ言うたらね、友達で4人か5人ぐらい買ってて、みたいな感じでもありますね。グループ買いのやつを、その店がやるっていうことやね。なるほど、うん。そういうことをやった。考えましたね。うん。ほんで、これをね、これをやってるおかげで、富くじは非常に売れた。発達したわけですか。売り上げが全然違うわけ。なるほど。買いやすくなってるから。そうですね。ね、最初の数万円でどうするんやろうなと思って考えてたんです。だから、そういう格好でやるね。で、これの仕組みのことを、私が詳しく書いたんで、その富くじの、その富くじ屋のシステムとか、それから具体的なこういう例、同じ番号のやつってこうなってるでしょうっていうようなことがね。分かってね、ある雑誌に私が載せて、それ以後、その富くじのことを書くとしたら、私のそれを引用せんと、そうなんですか、あかんぐらいになってるんですけどね。なかなかね、面白いですね。とある漫画にね、富くじ買うのに苦労してるシーンが結構あったんですよ。ほんでね、それともう一つはね、私とこのね、母方の先祖にね、江戸の町、北町奉行所の遠山金四郎って言いますね。あれの下で与力してた。まあ、与力って、まあ、その自分大したもんやけどね。与力してたのが、うちの先祖にありましてね。で、それが、店舗の改革の時にね。悪名高い。ね、なんとかその、富くじをね、やめさすことができんかと。簡単にできますか、そんなことは。ね、ところが、これ一応幕府が公認でやってることやからね。それをやめさすのは、無理でしょ。無理でしょ。その時に何とかって言って奉行から話が出た時に、うちの先祖がね、いや、それはね、やり方があると。どんなやり方ですか。この小売屋を潰したらいいのと。ああ、なるほどね。ね。ほんなら、まあ、わざわざそこまで行かなきゃいけないわけですからね。だから、その小売、そういう、分割して売るとか、小売出張して売るとか、そういうことを禁止してね。なるほど。その富の方は禁止しなかったらいいよっていうアイデア。なるほどね。いいですね。それでだいぶ静まったということなんです。時ね。なんか面白いところです。まあまあ、そういうなんでね。それと、あとね、例えば千両当たるでしょ。当たりますね。そしたらね、千両丸々、埋めたら、1億円、対1億円丸々くれます。非課税ですからね。しかも非課税ですよね。ところが、お寺のやつはね、買いに行くやん。大きい当たり、行くと ね、まあこっちって言って、その番号を確かめてね、それでもうお膳が出てね、おめでとうございますって、ほんでみんな寄ってくるわけね、はい、ほんでまずどういうか言ったらね、おめでとうございますと、とにかくうちのお寺にね、そんだけ当たってんか2割ほど寄付してくれとかね、
なかあのよくありますね、宝くじまだってもよくわからない宗教団体からみたいな、それですから、まさに。うん、それもあのそれからどこやらへご祝儀あげてくれとか、ね。でも冷静に考えると2割やったら、あの、うん、さっき8人で買ってたんで、うん、1人100両がちょうどいいんじゃないですかね。うん、まあまあ、そういうこともあるかしらんけど、とりあえずね、そういうのがね、実際あったらしくて、ね。あっても不思議でないですね、うん、それは。で、それをね、あの、東海道膝くりげて、あの、やじきたの話。やじきたね。やじきたの話の中でね、具体的に ね大阪の神津の富で ねあの、あた、あの、やじきたは、あの当たりと番号が組違いか番号違いかなんかちょっと一番か違ってるんかなんかで、当たってないんだけど当たったと思って勘違いしてパッと行くとね、パッとお膳出されてね、っていう話が、ほんで結局まあ間違いやったからまあむちゃくちゃ怒られるっていうようなシーンが、ね、実際そういう話はあったんでしょうね。でこれやじきたのね、あの作者十返舎行くっていう、ね、行くですね。これもともとね、あの大阪の人な。ああ、だから詳しいですね。うん、江戸に住んでたけどね。だから大阪の事情、大阪に長いことあの暮らしてたことがあるからね、そういう事情が詳しいってね、それをちゃんとその中に入れて、なるほど。そういう紹介も私がちょっとあのあるところでやったことあるんですけどね。すごい参考になりましたね。まあ、で、こういうその官営の富以外に、その、さっき言った、内緒でやってる隠れ富、影富とかね、いろいろあるんですけどね、そういうものはもう全国地方あらゆるところにあってね、それからこういうお金をかけるということはいかんやろからということでね、物を例えばタンスとか家具とか売る時のね、要するにそれあのものすごい家具がね、同じ値段で当たるとかね、今のくじ引きみたいなもんやけどね、そのくじを売ることでね、やったりとかね、いろんなその隠れ身のになるような富くじもあるんです。いたちごっこやったんですね、うん。それからね、お話言うてね、あの、当たり番号、もうその庶民はその、この8人割にしても買われへんっていうような人もあるわけ。はいはいはい。そしたらね、これをね、もう5問とか10問とかそういうような金額でね、売るんですよ。でそれはもっと単純でね、この番号さえ追ってたら5問が10問になるとか倍出すとか、そういうような簡単なくじ、あのそれから下の2桁だけが追ってたらとかね、もうその要するに長範博打やったりするような感じの、まあ、うん、今で言うとまっとうですわ、うん、それは。そういうのもあったんですよ。なるほど、うん、そういうのももちろん取り締まりの対象にはなって、ね、なりましたよね、多分、うん、だからいろんな形であるんですけどね、まだまだこの話は終わらなそうですね、うん、あの富くじのことはあの結構今のあれとあの制度ともよく似たようなことがいろいろあってね、あの次回にはちょっとまたそれに関連したような面白いエピソードがここにいっぱいあるんですよね、うん、それちょっと楽しみなところなんですが、まあ残りは次回やりましょう、うん、皆様あの宝くじとか買ってますか？今年買ったら当たるかもしれませんよ。富くじの話を聞きながら、うん、いい宝くじで一等当ててください。ありがとうございました。バイバーイ。